リスナーの方からメール続々届いてます。まずラジオネーム ORT さん、えー。昨日質問をね、送ってくださりま、はい、りいましたけど。も、はい、りいました。結果予想通りでしたが、野党の支持者の票が随分割れましたね。少し心配です。若い人が思ったより右を向いているとは驚きです。ほとんどの都民が現状に満足していることが投票率に表れていると感じますと。それから東京都世田谷区にお住まいのラジオネーム金のりんごさん。 他のよく名前を聞く人たちは当選してすぐに政局にのめり込めそうなので実務をやってくれそうな舛添さんに入れました。原発は困りますけどね。ことあるごとに豊かな暮らしが欲しければ原発を認めるしかないような選択を突きつけられるこの国では仕方がないです。大体エネルギーを進めることを応援しますといただきました。それから73歳の千葉のノリラさんです。このの結果を見てて安倍総理が原発推進についての国民 の白紙手形を手にしたなどと錯覚されては困ります。反対票も合わせれば、ほぼ末裔票と同じだったことを認識してほしいです。といただきました。 はい、まあ、あの反対票なども含めて、前のその自民党がね、その多数を取った時も。得票率や投票数でいくと、国民全体から支持されているわけじゃない。っていうようなことを、自民党自ら、その、まあ、自制しなきゃいけないと。えー、だから、これから、ご理解いただくんだって話を慎重にしていたりはしましたよね。はい、斉藤さん、今回の舛添さんに流れた、その票っていうものは。先ほどからずっと、その自民、こう、明暗連合って話ありましたけれども。改めて、こういったメールを見るといかがですか。いや、あの、舛添さん、なんだか。 やっぱ知名度があったってその上にまあ組織票が載ったということですよの原発の問題について、争点化することを避けたというのも、まあ、舛添さんにとってもあの選挙戦略上は懸命な選択でしたよね、うん、ですから、うん、あの比較的こう原発に消極的な有権者もかなりの数、やっぱり舛添さんにも入れちゃったっていうところがありますよ、ねえーまあ、あの本人自,自身がね、私も脱原発だう、ね、そうそういうふうに言ってたんで、ねえー、それが具体的にどんな内容かっていうのはね、えー、これからあの政策で、まあ、あの示していかなきゃな まあ、あの、当日は再生可能エネルギーを20%まで上げていくと。はい,はい。だから今より倍増以上にするということを言っていたので、ええはいね、こうも取れるわけですよね。つまり、例えば安倍政権でも、あるいはその、松添新知事でも、やっぱりその原発全く問題ない、これからどんどん推進だっていうようなことを言うのではなくて、あくまで慎重な言いぶりを取りながら、まあ、 目配せしながら議論をしなきゃいけないという状況であることは間違いないと、ね、ただその議論される中身が結局どうなるのかというのに、まあ、注目をしなくてはいけないということになるわけですよねまあなんか本当にまああの言葉はあれかもしれないですけどマキアベリスト的にやっぱり都知事になったなという感じはしますけどね、えー 今回、でもその、公開質問状などをやって、ジンボ哲夫さんもね、うん、あの、昨日も言ってましたけれども、はい、一番つまんない回答をしていた。だけれども、うん、それは、やっぱり最も多くの人たちの感情を読み取ることに成功したっていうことなのかも知らないと思ったです、うんだけど、津田さんどうですかうん。まあだから、まあそれはやっぱりあれですよね。とにかく、振って、まあ言ってしまえば本当に振って湧いたチャンスですからね。うん。こやっぱ振って湧いたチャンスをものにするために、 まあそれはだからあれじゃったんじゃないですか。これもだから例えばやっぱり自民党でああいう形で出ていったわけですから、えー、まあこれはだから個人のね、政治信条とかプライドにかけて、いや自分は一人でやるっていう選択だって別にできたはずなわけですから、うん、でもやっぱそれはまあそさんはしてないわけですから、それはやっぱりもうそういう立場になるっていうことをやっぱり彼がやっぱ選択してるんだと思いますし、えー、でそういう選択した以上はそれを最大限生かすような形にしたんだというふうに思いますよね。うん、これあの、舛添都政になってですね、はい、津田さんどう変わるんですか あんまり変わんないんじゃないですか都政はうん。例えばだから逆に言うともうすごく有能なスタッフがものすごくありますから、実際に、うん、あのその都知事でできるようなことっていうのは本当にその都の全体でいろんな政策がの5ぐらいから10%もあるかないかみたいになありますから、はい その中で多分まあただやっぱり実務家としては多分あのおそらく有能でしょうから、やっぱそういう淡々と都政っていうのをいろいろこなしていくでしょうし、まあまあ、オリンピックとかも、ね、ありますから、そのあたりはやっていくんだと思いますす、ねうん、斉藤さんいかかがですか、まあ、オリンピック誘致の問題があの実現という形で、もうか確定しているわけですから。はい あの今回、選挙の時にまに有権者が関心を持ってた課題、それほどなんか選択肢ってもうないわけですよね、うん、これが急速に高齢化していく中で、福祉やらなきゃならない、まあ、地震のリスクがある中でさ防災どうするか、うん、だから結構手堅くやるとは思いますけどね。あとはあれですよね、まあ、ちょっと選挙の期間中とか、選挙前とかにくすぶっていたあの瀬戸助成金の、ねはい、問題とか、あの辺の報道とかがあったものが、ま,あ、またなんか、あのすごく炎上するようなことがあると、うん まあなんかそれによってまた。 今年もう一回、都知事選があるなんてなると、えー、これ、結構都民としてはうんざりだなと思うんで、うん、そうですね、うん、今度こそ投票率がもっと下がる可能性だってね、うん、の候補者によってはあるかもしれませそれも本当にゼロじゃな,ないなっていうのもちょっとまたこれもちょっと、あの安端たる気持ちになりますけどね、うんまあ、猪瀬さんがあのお辞めになった理由を考えると、政治と金の問題を重要視する有権者は、まあ、ほとんどいなかったっていうのも、印象的は印象的ですやはり皆さんあの、当面の暮らし向きに関連する政策に興味があったってそうですね。 まあこれはどの選挙もそうなんですけどね、うん、やっぱり医療、福祉、それから景気雇用の問題、うん、それに次いで原発が3番目ぐらいの優先順位、はい、実はこれ、今までのここ2回、ね、の国政選挙とほとんど同じ傾向なので、都知事選であれ、基本的にその流れは変わらないと。 いうことですよねその中で一個ぐらいね、松添さんらしさが出る政策がね、なんか、打ち出してもらえると、あの、都民としてもなんかちょっと興味関心持てるなっていうふうに思いますけどね通常、あの、先ほど津田さんが言った、例えば、あの、知事とかトップができることは、実は全体を100%した、うちの5%ぐらいしかないんだって話して、うん、例えば世田谷区長の保坂信人さんも、うん、あの、当選したときにそういったことを言っていて、うん、だけど自分の5%はこれだっていうのを、明確に出すこともまたリーダーの役割なんだって話があったじゃないですか。政の5 どれなのかっていうものが、今ちょっと、これから考えますというか、これからあの猪瀬都政の中身を見てから検証しますという状況だったので、ちょっとあの読みにくい数年間になり、ね、再生可能20%にって、結構、相当大きな目標ではあるわけですけ、ね、れをどういうなんかそれが説得力ある形で、そんなやり方でやるんだっていうのは示せれば、逆にまたあのこれは支持率も上がっていく気もしますけどおっしゃるとおりだと思いますね。うん さてあの、これから都知事選を開けてですね、しばらく選挙がないという状況になると思うんですけど、今後の政治風土がどうなっていくのかというときにね、あの、津田さんが、このセッションに出るってなると、必ず津田さんは、 出ないんですかとか。津田さんを党首にして何かやらないんですかとたい話が来て、いやいやまあ、出ないんですけど、津田さんは。いやいや、チキさんの方が絶対向いてますよ。<laughs> もいてませんが、<laughs> あの、今回、イエイリさんという方がね、うん、まあ、若者を中心とした、インターネットを中心とした新しい動きをみたいなことを言ってたりして、でも結果を見たりすると、やはり地盤固めると、テレビなどにちゃんとアピールして有名人になることが重要なんだっていう、うん、そういうことに気づかされたりするわけですけれども、うん、今回の結果を受けて、今後の選挙で日本の政治、 を議論する上で、ここだけは議論しとかなきゃいけないものってなりますかねや、まあ、公職選挙法の改正とかもね。そうですね。すね僕はちょっと、まあ、斉藤さんに質問したいところもあるんですけど、やっぱり、あの、ネット選挙解禁されて、まあ、2回目になるので、やっぱりいろいろ面白い手法が出てきたと。で、多分僕は、この本丸、この流れの本丸が、あの、とにかく、統一商戦に来てほしいんですよね。はいはい。統一商戦で、要するに、千葉とか埼玉とか、それぐらいの人口がそこそこ数万いるようなところで、ネット利用率も高いんだったら、もう2000票とか取れば、 議会議員とかになれちゃうわけですよ。うん、市議会議員に。えー、で、そこでやっぱり今までとは全然違う人たちが政治参加をしてくるっていうのが多分すごく、あのそういう流れが生まれてほしいな。ただそのためには供託金の問題解決しなきゃいけないだろうなっていうのが一点と、うん、あとやっぱり個別訪問ですね、地上戦の。斎、うん、藤さん、個別訪問は僕は解禁すべきだと思うんですけど、日本でも。ここらは、いかがかなってい。いや、あの、政策の議論する上ではああの公、公職選挙法の規制緩和って絶対必要ですよ。さあ,あの、ネットもそうですけど、地上戦に関わる部分も。 あのやっぱりやっていかなきゃならないと凱旋カーの、ね、<や>名前、呼しかないとか、そ,うんですそれはやっぱりあの政策の議論がで実質こう、抑制されてしまうような、ね、公職選挙法が存在してるからっていう側面、大きいですから。えー まあ、ただ、あの、ネット選挙というふうになれば、あまりこう、夢を見すぎないことっていうのは、あの、ネット選挙を解禁したがってる人っていうのが、あの、政治家の中だね、おのずと、それによって自分の支持者が増えるというふうに、想定している節があってですね、いや、それとこれとは分けた方がいいと。あくまで、選挙の、まあ、議論を、 いや、え、構築していく過程を、まあ今よりマシにするにはどうすればいいのかっていうところと、結局どこが有利になるのかっていう話は、まあ別の問題ですからね。いや、小泉さんは結構ツイッター良かったんですよ。あ、小泉っぽい感じのワンフレーズポリティクスっぽい。あ、ツイッター向いてるなっていう、結構いいツイート多かったんですけど、うん、もう選挙あったらやっぱ都市だったじゃないですか。うん、バカだなと思いますね。あれね、1年続きは全然変わったと思いますよ、うん、本当に。 まあ各政党がね、あの前の選挙でも LINE を辞めたりとかいろいろあったりしましたが、ね、はい、期間限定という流れがいつ変わるのかということもありますね。